皆さんこんにちは。ビズ社員杉村優太です。今日はコード版のシューズを使ってワンポイントアドバイスを皆さんにお届けしようと思います。毛羽立ってしまったアッパーのシワの部分とか、そういった部分をどうやって寝かしつけるのかという方法です。今日はオールデンの靴を使うんですが、左右で片方だけ工程が上がっているもの、それからこれからやるもの、2つしか比較しながら感じましたね比較しながらやっていこうと思いますので、それを見ていただいて、ご家庭でお家で靴磨きをする参考の一つにしていただければ僕も嬉しいので、どうかご覧になってください。よろしくお願いします。では、コード版の今この状況を説明したいと思いますが、この左足は今、毛の寝かしつけをやったところです。で、使用した道具は2種類になります。あ、ごめんなさい、3種類ですね。失礼しました。このサフィールで出てるナッパデリケートクリームです。これと、カッサ棒です。これは水牛の角ですね。これと、それからこの色に対応した豚の毛のブラシ、これを使っていきます。まあ、この3種類がメインなんですが、使っていくのは、まあ、このカッサ棒がメインになります。で、今左足はこの工程が終わった状態です。で、右足に関してはクリーナーまでかけたところなんですけれど、割と毛羽立ちは強かったので、まあ、クリーナーかけなくてもこんなような状態でした。ですので、これをこの左足の状態に近づけれるように頑張りたいと思います。では、まずどんなことをやっていったかというと、じゃあこの左足はちょっとこちらに置いておいて、作業していきましょう。まずはこのデリケートクリーム、ナッパクリームですね。これを使っていきます。1回に取る量は、まあ、こんなところでしょうか。こんなもんでいいと思います。これを取ったら、この曇っている部分が毛羽立ちが起きている部分になりますので、こういった部分に一度塗り込みます。結構乾燥していているのでカサカサするんですが、まずはこういうふうに均一に塗っていっていただくと。で、シワの向きに合わせてよーく擦り込んでいってあげてください。あ、それからごめんなさい、もう一つ説明がありませんでした。靴磨きの道具には必ずこういったシューツリーがつきますが、このシューツリー、できればスポンジのもの、磨くときに便利なスポンジのものがあるんですけれど、こういうスポンジ状のものがありますが、これは今回はなかなか持っている人少ないと思うので、使いません。こういった、木のものを使っていきます。で、今回はちょっと説明もあるんですけれど、木のものを使った方がいいです。ちょっとこう硬いものですね。こういったものを使っていきましょう。まあ、これを入れていただいて、で、ちょっとクリーム塗っちゃいましたけど、さっきの量でクリームを塗っていくということをしていきます。では、この水牛の角、カサボなんていうマッサージ機なんですけれど、これを使って毛を寝かしつけていきます。ポイントとしては、このシワの向きありますよね。こういうふうに1、2、3、4、5箇所とありますけれど、こういった部分をゴリゴリと寝かしつけていくんですね。なので、まずはこの向きに沿って、このカッサをいろんな面を使って当てていきます。まずは細い部分を使ってグリグリグリっと、まあ、クリームを先に塗っていますので、クリームをこうちょっと押し込んですり込んでっていうイメージです。で、さっきの木型、シューツリーですが、硬いものを使っているのはこういったところで役に立つと思います。下地がスポンジのように柔らかくないので硬さがありますから土台になってくれるんですね。なので、この外側からの圧力と内側からの圧力っていうもので、こう挟み込むような状態が作れると思います。
そうすることで毛羽立っているこのアッパーの部分っていうのをしっかり抑え込むことができると思いますので、オールデンの純正の手術理でもいいと思いますし、形になっている、サイズが合うもの、形が合うものであれば、木型の木でできているものを入れていただいてやっていくといいと思います。で、今この細かくやっていったので、今度は大きい面使っていきましょう。グリグリグリっと全体的にかけていきます。ちょっと手で隠れてみにくい部分があるかもしれませんが、ちょっと我慢してくださいね。で、今この大きい面でグリグリっとシワの波打っている大きい部分を押さえていきました。で、これを今度はだいたい全体かけたかなというところまで来るとまた曇ってくるんですね。そしたら今度はちょっと向きを変えます。今度はこの縦の方向にカッサボをかけていくんですが、こういった、湾曲したものをお持ちの方はこの湾曲した面に合わせてこういうふうにアッパーを沿わせるような形でいきたいと思います。モーブレーが、ファンズさんたちが、出しているアビーレザースティックなんかはこういう形なので、この広い面をこういうふうにゴリゴリと当ててくれればいいと思うんですけれど、僕の中で持ち方としては、両手で持っていただいてもいいと思いますし、片手でもいいんですけれど、こう握りやすい形で持っていただくと。で、このカッサボの曲面に合わせて縦にこすていきます。毛羽立ちの具合にもよるんですが、強くやりすぎない方が良かったりする場合もありますので、結構バサバサしちゃってるかなっていう時は割と強めにすり込んであげるといいと思います。ちょっと今回はなかなか強い毛羽立ちがあるので、ちょっと強めにこすっていきたいと思います。ご自宅でやっていただく場合は、僕今こうカメラに向けてやってるのでこんな向きなんですけれど、体がこちらにありますので、こういうふうな、ちょっと今背中向いてますけど、ご自身の方に靴がつま先が向いているような格好でこういうふうにやっていただいても構わないので、必ずしもかかとを自分の方に向ける必要はないです。これはもう見ていただいてるっていうことがあるのでこの形ですが、こういったところもあります。で、靴を持ち手を変えて向きを変えながらゴリゴリゴリっとやっていくといいと思います。で、しばらくいろんな方向で押さえているんですが、基本的な向きとしては縦と横、これを繰り返すようなイメージです。横向き、それから縦向きですね。じゃあちょっとこれをしばらく繰り返したいと思いますので、途中で映像が切り替わると思いますが、方法はこれを一定させるようなイメージでやっていきたいと思います。今は割とグッと押し込んでるような感じになりますので、これをしばらく続けていきたいと思います。はい、こすっていって、今ちょっと編集で時間は飛んでしまっていますが、5分くらいはやったでしょうか。もう結構ツヤが回復してきたと思います。ちょっとまだ曇っていますけれど、こんな感じですね。先ほどよりはツヤが戻ったんじゃないでしょうか。で、ここで一区切りということで、もう一度デリケートクリームを薄く、今度は結構極端ですけれど、このくらい少ないです。ここから見た方がいいかな。結構少ない量なんですが、これを塗り込んでいきます。また擦り込んだところ、ここに
手早く伸ばしていってあげてください。ちょっと少なかったかな。もう少し足します。本当にうっすら通るくらい少し足しました。これをすり込んでいきます。ダメだ、もうちょっとこう。はい、またちょっと艶が戻ってきましたね。で、ここからはさっきは結構グリグリっと強く力を込めてやっていったんですが、少し力は弱めてください。次は細い部分を使っていくといいかもしれません。まあこう太いところでこうゴリゴリいくっていうよりは細い方を使っていきます。アビーレザースティックでしたらまあこう握りやすいので、まあこういった形でやっていただいて全然 OK だと思うんですが、もしこういう形状のものを使っている方は太い方を持つといいかもしれませんね。手のひらにしっかり握っていただいて、ちょっと軽めでいいです。全体を縦横の順番としてはどっちでもいいです。これは今縦に使っているのでこの向きで前後にやっていますが、横にするときはちょっと向きを変えていただいて、こういった形で、まあ、この時逆でもいいかもしれませんね。まあ、臨機応変にやっていただいていいと思うんですが、変にこう擦った跡が出るような感じだったらいろんな向きでやっていただくといいと思います。これはご自身のカッサ棒の形状でいろいろあると思いますので、まあ、いろいろ検証をしながら、こんな感じがいいのかなと楽しみながらやっていただくと OK だと思います。さあ結構艶が戻ってきましたね。またちょっと向きを変えたりしながらゴリゴリっとやっていきましょう。まあ、ゴリゴリと言いながらもあんまり力は込めていません。何かこう万力みたいなものでこう固定してぐわっとやりたいところもあるんですが、まあちょっと今回は見ていただきたいのでこんな感じでやっていきたいと思います。さあどんな風になってきたかな。結構まだちょっとこう擦っているような跡があると思うんですが、でもコード盤は正直言うと擦り続けると永遠にこういうちょっとうっすら線跡っていうのは出てきます。で、ここでまたデリケートクリームをうっすら塗り込んでいきます。まあ、回数分けてもいいでしょうね。さっき僕1回なんて言いましたけど、ごめんなさい、嘘つきちゃって、少ない量を数回に分けて確実に塗り込んでいってあげてください。で、こうまたグリグリグリっとやっていきます。毛の寝かしつけが完了してくるとツヤが回復してくるので、まあ目視になってしまうんですが、こういった感じで根気よく作業を続けていってあげてください。まあ、ちょっとコード盤の状態によってはなかなか回復しづらいところもあるんですが、根気よくやっていただくと表面が劣化してない限りは回復しますので、こうなんて言うんでしょう、靴を可愛がるじゃないんですけどね、表現が難しいんですが、まあでも根気よくやってあげるといいんじゃないかなと思います。さあ今クリームが、これが3回目かな、塗り込みました。で、毛の寝かしつけは結構いいところまで来てるので、手触りはだいぶコード盤のこうつるっとした感じがもう戻ってきました。バサバサっとした感じはこの手の表面には感じません。ではここまで来たらブラシが登場します。これ豚の毛のブラシです。馬の毛のブラシを使う方いらっしゃると思うんですが、まあ豚でも馬でもいいかなと思います。まあ、割と腰があっても全然平気です。ただグリグリっとやるよりは軽く毛先でサー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 っとなじませていくようなイメージです。で、ちょっとブラッシングをしていきましょう。
ナッパクリームまでの状態ですね。乳化成クリームとか、油性クリームはまだ塗っていません。じゃあちょっと軽くブラッシングしていきます。毛先で本当になじませるような感じですね。さっさっさとでいくと、はい、こんな感じです。いかがでしょうか。じゃあちょっと左右で並べてみたいと思います。こんな感じです。いかがでしょう。一番最初の時と比べるとだいぶこの左右差はなくなったんじゃないかなと思います。これが実際の目で見ていただけるのが一番いいんですけどね。ちょっとじゃあ拡大できるかな。ちょっとやってみたいと思います。これをこんな感じかな。いかがでしょうか。ちょっと光の光源の位置と撮っている関係で分かりづらかったらごめんなさい。静止画でも後で残したいと思いますが、もうほとんどこのバサついてしまったような感じっていうのは戻せたので、こんな感じで毛の寝かしつけっていうものをしていただけるといいんじゃないでしょうか。よいしょ。これが先にやった方と後にやった方です。今実際にデモンストレーションで皆さんに見ていただいた左足ですね。使ったものは、シューツリーとちょっと硬いちゃんとした木でできたものとサフィールのデリケートクリーム。これはモーブレーのデリケートクリームとかそういうものでも構いません。デリケートクリームと呼ばれる製品を使ってあげていただければ OK です。それから、コードバーン製品の味方の、カッサ棒とかレザースティックなんて言いますけど、これアビーレザースティック、モーブレーが出してますね。ファンズ浅草さんで買えると思います。これはAmazonで1000円くらいですが、同じ水牛の角です。表面は僕ちょっと気に入らないところは削ってツルツルにしましたけど、そういうふうに職人はちょっと道具は加工しながら使ったりしてます。それから、この色に合わせた豚の毛のブラシです。これはナンバー8バーガンディなのでバーガンディの毛を使っています。これで最後なじませるということで、今回はコードバンのアッパーのバサバサしてしまった毛羽立ちの部分の寝かしつけについてご紹介いたしました。ピンポイントでこの工程の部分だけを説明しているので、ちょっと、もしかしたら分かりづらいかもしれないんですが、もしコメントを残していただければ、言葉で表現できる範囲、お返しできる部分は、ちょっと時間かかるかもしれませんけれどご返信をさせていただきます。うちでやってる独特な方法とかはちょっとこう企業秘密なのでお答えできませんが、もう素朴な疑問とかお答えできる範囲っていうのはちゃんとお答えしますので、こちらの動画も参考にしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ工程については以上になります。大丈夫でしたかね。こんな感じになりますけれど、この後しっかり乳化成クリーム入れてワックス入れて仕上げていきたいと思います。これがこの動画は開始前に撮りましたが、左右はこんな感じです。左足がこんな風なのと右足がこんな感じでした。左右はこんな感じでしたね。こちらが工程が終了した左右ですね。比べていただくと同じ感じです。毛羽立ちをこういう風に寝かしつけて次の工程に移って磨きを仕上げていきます。こんな感じですね。皆さんいかがでしたでしょうか。コード版のアッパーの毛羽立ちの寝かしつけについて皆さんにお伝えいたしました。ちょっとこうワンポイント、工程的に一つの部分になってしまうのでちょっと分かりにくいかななんていう不安もあったりするんですけれど、大事な工程な一つなので、せっかくだからちょっとこういう時期なのでご紹介しようと思って制作いたしました。
まあ、もしわからないことありましたら、先ほども申し上げましたけれど、当店のこう企業秘密な部分以外はお答えしたいと思いますので、気軽にコメントといただけるとありがたいと思います。まあ、あんまりこう収益利益目的で上げてるわけじゃないので、こうフランクな動画として捉えていただきたいなと思います。どうかこの動画もお役立ていただけると嬉しいです。どうかお体ご自愛にいただいて、不要不急な外出ないように気をつけてこの時期乗り切っていきましょう。全国自粛モードになっちゃいましたからね、ちょっとあんまりこうニコニコしながら言っちゃいけませんか、いけないかもしれませんけど、どうか皆さんお体第一優先で、病気にならないように気をつけていきましょう。今後とも伊豆駐車員をよろしくお願いいたします。今回もご視聴いただき、最後までご視聴いただきありがとうございました。また何かありましたら、動画作ってアップしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは失礼いたします。